壁外への壁を破壊されれば人類は敗北する。奴が壁に到達する前に仕留めよう。お待ちでこう。やったな。巨人の進路を塞いでる。これじゃ進めないよ。どうしたら。なんとかして切り抜けないと。ありがとう。おかげで助かったよ。よし、僕たちも防衛戦に合流しよう。ええ、行きますよ。絶対に勝って生き残りましょう。タオル、あの縁談、助けが必要だな。やってやるよ。くそ、巨人などに負けてたまるか。こんなの絶対勝てっこないって。誰か助けて。相手してやるな。おかげで助かったぞ。これならまだやれそうだ。あんたたちについていった方が生き残れそう。一緒に戦わせてよ。このままでは防衛線を突破される。何としても死守せよ。あんたなら余裕だろ。任せとけ。どうだ。倒れ。やるしかねえだろ。コニー頼むぜ。任せとけ。巨人が壁に接近している。蹴破られる前に討伐せよ。あのデカブツ面倒だな。このままじゃ一緒に戦ってほしい。よし、俺も行く。奴らをぶっ殺してやる。ようやくお前らと決着をつけられる時が来たみてえだな。味方、あんたなら余裕だろ。兵長、任せますよ。了解。もう迷いはない。今度こそは必ず殺す。ベルトルト、てめえは必ずぶっ殺してやる。ベルトルト、悪いけど君の好きなようにはさせない。こののっぽ野郎が、てめえは
ここでぶっ倒してやる。了解。任せとけ。巨人の足を止めた。取った、エレン。チッ。出ましか。あれは やはりそれが狙いか。リヴァイ。クソが。おい、待て、エレン。奪還のための時間稼ぎというわけか。逃がすな。こんな時に立体機動装置の故障か。どうなんだかつ。鎧の巨人が逃亡するぞ。防衛線を解体し奴を追撃せよ。了解。超大型巨人は無力化したが、鎧の巨人が生きている限り外扉の安全は保証できない。鎧の巨人を追う。奴らを逃がすわけにはいかない。救援要請だ。エレン、無理はしないで。私たちがライナーを止める。当たった。なんとかしねえと。まだやれる。味方、頼むぜ。まだ油断はできない。こ
今度は迷わない。ライナーはここで殺す。やったな。よし、鎧の巨人の動きが止まったか。みんなよくやってくれた。獣の巨人も引いたか。深追いはしなくていい。作戦終了だ。兄を運ぶぞ。今は兄の奪還が優先だ。気持ちは痛いほどわかるけど、こらえてくれ。世界は元から地獄だ。強い者が弱い者を喰らう。親切なくらい分かりやすい世界。そんな残酷な世界で強くあろうとした者がいた。その兵士は最後まで戦い続けた。エレン。ああ、今行く。あいつ結局帰ってこなかったな。正直もう望みは薄いだ。帰ってきますよ。きっと必ず。必ず取り戻すよ。俺たちの故郷を。